食事も出さないといけない。そうですね。そこは、うん、だからまあ、あの知り合いがちょっと料亭の、はい、のやってた人なんで、はい、ちょっと教えてもらって、まあ、気楽に出さなあかんと、うんうん、そのなんかもう、うんうん、コテコテのもんするより、うんうん、あのそういうのよりこう普通に出して、うん、そういう居酒屋にせなあかんいうこと、まあ、とかね、はい、まあ、ちょっとまあ基本的なことを教え、うん、味の付け方とか教えてもらって、うんはい、うん、だからまあ メニューはごくシンプルなものしかない。丸子市場の他のお店から仕入れたものなんかも、うん、あのここはいろいろ惣菜屋さんとか新鮮なもんがあるんで、うん、はい、もう鶏なんかでもパッと買っ、うん、焼いただけでも十分美味しいのでね、うんうん、はい、